うおお、この先生かやの。うおどんどんハロー FC2。 どうも、ベン吉です。というわけで今回は第3回質問コーナー、イエーイ。今回の質問コーナーはパッと答えられるものをいくつか答えていきたいと思います。それでは最初の質問どうぞ。はじめ社長かよ。どこが似てる？なんでアプリで編集されてますか？基本的に iMovie とキュートカットしか使えません。 iPod Touch 4世代ですよね。撮影したりしているのは iPod Touch 第5世代なんですが、動画の中とかでなんかいろいろ見たりしてる時に使ってるのは4です。4世代です。ゲン吉ねえ、知ってる？知らないと思う。ティラミスってフランス語で私を天国へ連れてってって意味なんだって。バイ豆柴。どうでもいい情報提供ありがとうございます。ピエン吉で吹いた。わら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 。今度よかったらコラボしましょう。僕なんかより企業さんとかとコラボした方がいいと思います。まだスマホで撮影されてますか？スマートフォンなんかよりだいぶスペック低い iPod Touch で撮影しています。好きなことで生きていくの動画は何で編集しましたか？どうやって編集したんですか？あの動画は iMovie だけです。編集アプリのおすすめ何？ iMovie とキュートカットさえあればもう何でもできると思います。せこのコメントした人さ、見てたら教えてほしいんだけどさ、このさ、単語の意味分かっててコメントした？意味分かってる？ペン吉さんの動画今日初めて見ました。本当に面白いです。ぜひ動画で心がけていることを教えてください。面倒い編集が少しでも減るように撮影することですね。その他にも質問リクエストありましたら、ぜひぜひコメント欄にお願いします。それでは皆さん、さようなら。はい、今回もご視聴ありがとうございました。というわけでね、今回はね、質問コーナー第3回目ですよね。3回目をやりました。よいよいよいよ。というわけで、次ね、このね、編集してる様子をね、ずーっとカメラでね、撮ってました。というわけで、次はね、みんなね、見たい言ってくれて言いました。編集の様子をね、すべて丸ごと出したいと思います。でも長すぎたんで、何個かに分けると思います。で、これ前回はね、久しぶりのコマ撮り動画をやりました。ぜひ見てください。それでは、次回もお楽しみに。さようなら、バイバイ。